初めて会ったから、なんかイメージと怖いイメージがあって。いや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 、僕めっちゃハッピーな人です。まあでも、うん、天真爛漫なイメージもあったけど、でもなんか上下関係も厳しいみたいな。あ、いやでも上下関係は結構。やっぱ野球部、野球やってたんで。まあ野球部すごいよね。そうなっちゃいますね、勝手に自然と。とりあえず義士に連れたっていう話がすごい。この間カノックスター君と撮影した時も言われた。あ、そうなんや。義士君、すいませんでした。逆に和気のいいところ。ああ、はいはい。よさこいでそれこそレベルの絡み始めて、うん、いっぱいそのお酒の場にいっぱい呼んでもらった時期ありました、うん、その時天狗になってました僕、うん、よさこい全員が。そうなんだ。そう、そういう時期があって、はい、銀太くんがいつもその召集をするの、うん、お酒の場を、うん、で俺来てて、うん、それ結構銀太会ね。そう、銀太会をシカとしてた。あーあー、なるほどね。それはまあ理由があって、まあ言い訳なんだけど、撮影はちょっと頑張ってたから。でもちゃんとそれは連絡すればいいものを無視したの、うん、それマジで俺のせいなんだけど、100%。で、ある日、銀太くんの電話が来て、それも深夜3時ぐらい、うん、お前調子乗んなよみたいな。怖い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 。めっちゃ似てる。銀太の悪い。めっちゃ似てる。もう怖いじゃん、銀太の。その高さだよね。そう、で、もう終わったと思って、今から歌舞伎町来いって言われて、それも行くじゃん。当時、まあその渋谷って中目か、中目住んだけど、もうみんなで行ったの、3人で。行ったらもう、新宿の誰も知らないような路地裏、千枚の、ほんと一通りだけぐらいで、いたの、銀太くんが目の前に、目の前にレアキャラみたいな。そう、行って3人でもうこうやって、もう、あ、もう低く行って、行ったら、もうちょっと怖いっつって、もうみんなでこうやって路地裏通りながら奥まで行ったの。そしたら、もう、まあ、ガン詰め。その時に、ワキがいたの。で、ワキがいて、で、銀太くんめちゃめちゃ俺のことを本当にもう殴りかかりそうな感じで、もうめっちゃやっぱ説教するじゃん。怖すぎて、本当にないから、そんな経験で。そしたらワキくんが、いや、マジ本当にで、いやでもこいつらもちょっと忙しくてみたいな、めっちゃフォローしてくれて、俺マジで脇は一番人格者なんだよ。ああ、なるほどね。そういういいエピソード。はいはいはい、銀太くん落として脇くんあげる。銀太くんすいません、あれは僕が悪いです。めちゃくちゃ悪いです。違う違う違う、俺僕が 100% 悪いので。でも その時からあいつが悪いだろ。違う、その時はその銀ちゃんとかやったもん。でも俺は以降、そう、銀太くん、もう確かに銀太くんでしょ、でしょ、僕は怖すぎて。あー、なるほどね。はい、まあでもそう考えたら彼は丸くなりましたよね、だいぶ。まあそうだね。っていうけど、1年前義士銀太くんにゴリ詰めされた。義士も連絡を返せない。あー、それ悪い。てか、義士というか結構基本的にこういう YouTuber とかの人ってもうレス遅いのが基本になってる。だから義士も無視してたわけじゃなくて、うん、ただレスが遅い、うん、俺だってもう2日とかで連絡返ってこないとかあるから、義士に。だけど銀太君はそういうのってすごい厳しいじゃん。そうだね、大会で後輩は連絡すぐ返せよ、うん、予定があるなっていうタイプだから、義士も銀太君に詰められて銀太君怖かった。あれなんかあれだったよ、ローションズモかなんか企画を組んでて、うん、それになんか返信返したら、確かに読みたくないよ、ね、儀式からしたらその通知来たら開きたくない、怖いもんね。じゃあ、脇のいい話してね。はい、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。